あ、毎度毎度、まあちょっとずつ元気になってきてますので、はい、リラックマ、はい、もうちょっとやっぱしな、うん、もういつまでも沈んどってもしゃあないいうことで、そやな、うん、うん、まあまあ私も食べらなあかんし、ちょっとなんか痩せてきたとか言われてな、いや俺がちょっとな気になったから、うん、なんかなんか私も結構食べてんねんけどな、コーラ飲んでるからな、うん、まあコーラで腹いっぱいなんねん、炭酸やからな、うん、腹ダボダボなるわ、ダボダボなるわ、だからまあ今日はちょっとね、うん、あのまあ家にダボダボの腹、うん、ダボダボ今日はちょっとね家にね、うん、冷やご飯あったり、うん、で、あの冷やご飯の量が少なかったりとかいう時あるやん、うん、中途半端な量余ってる時に、うん、そんな時はちょっとお蕎麦、はいはいはい、お蕎麦入れてちょっとボリュームアップするために、うん、まああんまり作る人少ないかな家でな、よう分からんねんけど、蕎麦飯、うん、蕎麦飯しようかな思って、おー、まあ、まあちょっとまあ蕎麦飯やったら簡単にできるから、うん、まあご飯少ない時とか、うん、うん、お蕎麦ちょっと一玉余ってるとかいう時に使ってもらったら、うん、もう簡単にボリュームアップできて、だいたい材料は、うん、材料こんなもん、もうこんなもんこんなもん、そんなそんな難しい材料いらんから、安定の 30%、うん、はい、でまあ別に材料別にネギ入れんでもええねんけど、うん、ネギ安かったから好きやしな好きやし美味しいから、まああるもんでまた適当にまたやって、うん、まあそういうことで今から、うん、レディーゴー、レディーゴー、何をしましょうか。まあそれはまあキャベツしら安定のお玉、うん、これお玉こう使ってんのこれ、いや使ってんの、お玉こっちから何本あると思う、何がおいでもじゃあさ、ほんでちょっとそばちょっとな、うん、ちょっとチンするわ、そばをチンする、ちょっと早いからまあまあ軽くチンして、もうパンも軽く出る、うん、その間にちょっとキャベツ30秒ぐらい、まあなんか先取ってきた、キャベツ、うん、100均の包丁、これはな200円、200円包丁、私は200円だったちょっとキャベツ汚いとかさ、うん、こんなん適当に切ったらいいの、まあまあ一応のこと、まあ、適当に切って、うん、あんまり大きい切らん方がいいかな、うん、焼きそばはちょっと大きめに切るけど、そば飯やから飯と一緒やからな、うん、まあ、ちょっと切った方が食べやすいと思う、うん、芯のとことかな、あの嫌がるそうけどうまいからね、芯のとこ芯のとこでな、うん、味わいがあってうまいね、うまいな、うん、ちょっとほんで、お、出てから、出てからやね、キャベツをザルにあげて、うん、もうちょっとまあネギ切るわ、うん、30% にね、あれ白ネギとかネギ、ネギ切れてきたんだよ、うん、薬味、うん、まあ、ね、休みやけどね、ちょっと古いからちょっと新鮮、さすが 30%、うん、新鮮さがちょっと欠けてるからちょっと可愛い島を見とく、うん、うん、シャキッとね、シャキッとしよう、バカガエルか、うん、バカガエル、バカガエル、バカガエルってない、バカガエルじゃん、バカガエル、バカガエル、なんか私バカガエルって聞こえたんよ、バカガエルってバカガエル、なんやねん、バカガエルってなんやねん、まあ、こんな感じでちょっとまあ、うん、軽く剥いたらいいから、うん、めっちゃライン来てるやん、うん、ラインがなんかちょこちょこ入って、何段に何段に、まあまあラインが来るいうことは結構これ、あ、また朝早いねんで、うん、朝のおはようさんとかいうラインが来るから、うん、でまあまあこの端っこを切ってボン、うん、こんな感じで、これすげえ何切ったんや、だから、飾りの、あの、刻みネギでもええねんけどな。うん、こっちたまたま安かったから。うん、で、なければ、あの、仕上げに刻みネギ入れたらええだけのことやん。うん、まあ、そんな臨機応変にしたらええ。うん。どういや、そんなもん。臨機応変で。まあ、これをちょっとザルでさーっと洗っとくね。そうですね。うん。で、ちょっと洗いま。洗いま。ほんで、ちょっとこれをちょっと、そばをちょっと切っとくわ。うん。じゃあ、さあだね。お店屋さんなんかやったら、あの、鉄板の上でな、そばバーッと切っていかはるやん、そうやな、そうやな、じゃあ、朝から切っとったら楽や、うん、ほんとこれ切っとって、うん、食べやすいぐらいに切って、うん、これちょっと温めてるからな、うん、あちょっとうまいね、そばな、うん、パサパサせえへん、温めてるからな、うん、ほんで、熱の入りも早いし、まあまあ、うん、この辺適当にね、切っとったらいいね、食べやすいぐらいに切っとって、うん、その場合やから、うん、出てから。つく方のコンロ、うん。今日はちょっと豚肉入れようかな思ってて、豚肉がちょっと見当たれへんから。ま、う、あ、ん、
何か卵入れるから俺も十分うまいから卵入れる。うん、うん、卵はちょっと今日食べたな卵これな、うん、卵とじるもん。あーもう開けるな、開けるな、なんか開けてんだそっち。いや私開けてんだ。見るな見るな。まあまあこんなもんでええか、入れるもんなんか他に入れるもんなんかあったらなとか思っとったんやけど、な何もない。何入れたらうまい。いやいや、そのかまぼこの残りとか中華の残りとか入れてもええやな思って。あーもうええやん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 そうやな。うん、何でもかんでもそんな揃えんけどうまかったよ。お、いった。目玉焼き。目玉焼きちゃうけどね。うん。ちょっと、ほい。あれやないから。木べら何か、木べら。木べらでも。はい。うん。ぐちゃぐちゃーっと。うん。まあ今日は、あれ、そば飯だからな。豚肉とかそんなんのあったら入れたらいいしな。うん。まあそんなの、まあ何でもあるんじゃないけど、うちこだよ。動物性が欲しかったな。いやいや、別になかったもうまいんで。うん。まあこんな感じで、はい、でちょっと野菜入れます。ボリュームでよくないのか、うん、ボリュームっていう表現って食欲そそるわ。ボリューム必要な、ボリュームを言われただけで、ボリューム必要な体やからな。あ、決まったな。今日なんか買い物忘れたと思って塩コショウ忘れたから、まあ、この辺塩とコショウで使ったらいいじゃん。ちょっと、下味コショウはコショウだ、コショウ入ってんな、入ってないんだ、どれが入ってんのか分かる。まあ、入ってた、入ってた、入ってた、当たり当たりはずが、いいの調味料どないねん。で、まあ、軽くちょっと炒めたところに、うん、蕎麦と見て入れて終わり。なんと出すな、これがうまいから不思議やな。うん、このな、こういうのってどないかな、大阪以外にもそば飯ってあるのかどうか知らんねんけども、うん、ね、飯入れるわね、うん、もうこんでだって出来上がりやな、うん、あと味付けしたらね、うん、ボリューム出て結構これこれうまいんや、うん、なんか知らんが懐かしの味っていうんかな、うん、昔から食べてた、うん、昔からお好み焼き屋さん行ってな、昔のお好み焼き屋さんってな、うん、冷やご飯を持って行ってやってくれんねん。ああ、そうなん、うん、うちの親なんかが行きつけのお好み焼きさんがあってな、うんうん、ほんで冷やご飯残ってるからこれ持って行っといでー言うて、うん、ほんでおばちゃん冷やご飯持ってきれんけど作って言うたそば飯作ってくれんねん。ああ、そうなん、うん、戦前は良かったな。戦前ちゃうって戦後やって、だからこんな感じで私らの子供の自分は、うん、だからすごくなんかそば飯が私はよう食べたんや。うん、今こっから味付けね、今日はウスターソースね、ウスターソースで仕上げて、うん、仕上げるんちゃうわ、入れて、うん、とんかつソース、うん、混ぜるんですね、うん、両方入れたらうまい。トンカツソースだけやったらちょっとな、うん、余ったるすぎん、うん、余ったるの好きやん、余ったるの好きやけど、そば味噌やったらウスターソースやったら美味しい。なんでもう味見したん、美味しい言うの、うん、まあ大体わかるから、もう見てだけで美味しい、大体わかるわ、うまそうやろ。でもうまそうやな。ほんでね、ちょっともうちょっとウスターソース足しておきます、うんうん、ほんでここに、うん、仕上げに仕上げ、仕上げやで、これ、うん、もう仕上がりと一緒やねんけど、うん、仕上げに、うん、まあまあちょっと味見しとこうか、うん、うん、ちょっと味見しとくね、まあまあ大丈夫、あ、まあ味見しとくね、うん、うまいね。ほんまマジうまい、ね、マジうまい、ほんでちょっと、お、あ、これちょっといいじゃん、カリカリっと、紅生姜嫌いやって入れんとって、うん、これは好みで、おー、うまい、あ、天かすも入れるってなかった、ね、うん、最後に天かすも入れるよ、これはうまいな、綺麗ですね、うん、子供さんはちょっとあれやったら、エビあるやん、うん、エビの干したやつ、あんな入れてあげたら、うん、うん、で、天かすや、うん、天かすを、うん、こ
まあまあまあ言えるね。言えたらカリカリしてうまいね。うん、ここで仕上がり。もそんなに軽く混ぜるぐらいでな。そう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 。結構ボリューム出るやろ。出たな、もううまそうやな。さあ、ジャックが好きなボリューム。ボリューム言われるだけでうまい、ね。もうボリュームのおっさん。お前さんも食べよう。うん、食べるよ。でも私食べる言うてもな、そんなにご飯食べられんからな。ちょっと太い。朝私パン食べてるからな、パンとコーヒー食べてるからな。だからまあこれがジャックの分な。ほんで青のりがないねんけど、うん、あ、青のりやったらやったね。いつものカップ焼きそばの甘じもんの、うん、どっか甘じもんののりないかいな。のりないから買ってるわ、うん、何でもええ。カツオ節でもかけようか。うん。もうでもカツオ節でもかけたらちょっとあれやな。カツオ節欲しいからね。カツオ節ほどな。うん、ほんでまあ海苔があれば海苔があれ。ねえ、またもう一個ある、うん。これはこれで出来上がり。出来上がり、そば飯。うまそう。結構なご飯とあのそば入れたらボリューム出るやろ。うん、おばちゃんの。ほんでちょっとこれ食べやすいから。実食。実食ぐらい。うん。俺はうまい。うん、うん、うまい、うまい、素朴な感じ、うん、昔ながらの味、昔ながらの、うん、私の子供の自分から食べてた味やから、うん、馴染みのない人はどうかわからんけど、うんうん、私はこの味好き、うんうん、まあ、いっぺん試しに作ってみてください。はい、まああの歯切れはないと思うね、うん、ソースだけやから、うん、難しいこともないし、うん、まあまあちょっとまあ家で作る機会ない人はまあちょっとなんかお昼ちょこちょこっと作ったりするのに、うん、麺でええかなとか思うから、うん、いっぺん試しに作ってみて、うん、うん、なんめっちゃめちゃ豪華な料理じゃないけどもうこんなんがええねん、うん、まあちょっとこうね、お家でちょこちょこっと食べる分はこんなんで、うん、軽く済ませるかなと思って、うんうん、でもジャック食べて、うん、うん、もぐ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 、うん、誰でもできるからな。うん。みんな難しい料理ちゃうから。うん。美味しい。懐かしい。な。ねえ、あれな、仕事復帰してんな。うん、仕事ちょっとね、復帰させてもらいました。うん。いつまでも遊んどってもしゃあないし、うん、やっぱり家におると、うん、あんまり良くないからまだ。なんか元気な言うてても、うん、まあ、そんなにな。うん、完全に元気になれるわけじゃないから。そりゃそうやろ、うん。かなりやっぱり時間かかると思うから。うん、家におったらちょっとやっぱり辛いもんが残ってるから。うんうん、だから、働いて、うん、遊んで、うん、やった方が元気になるかな思って。うんうん、そっちは方面に今も向いてるから。うん、まあだから、まあ、こないしてお料理やったりすんのも、またこれ元気出るやろからな、うんうん、いろんなことまたこれからもチャレンジしていきますので、また応援の方でよろしくお願いします。徐々にあのいつものなんていう感じの、うん、あのね、厳しいツッコミとか言うて、おばちゃんがなんでえんとか言う、あの空気感もまだちょっとずつ出していこう、うん、だんだんまあちょっとまた元に戻るように、うん、頑張るしかないから頑張るわまあ一生懸命食べてちょっと超えらなあかんからな。せやな、うん、コーラばっかり飲んでるからな。せやな、まあこれしゃあないなまあまあ何でもぼちぼちやな、うん、慌ててもしゃあないからな。時間かかるもんは時間かかるもんや、しゃあないからな、うんうん、しゃべられへんわ、うん、ご飯食べもってしゃべっとったらということで、うん、本日も、うん、この辺で、うん おっちゃん、おばちゃんのそば飯やぞ。うまいわ。もう、こっち。まどっとしたねん。いや、なんかトークもな、うん、あの、も、あの、ラジオみたいな感じでトークもしてほしい言うとって。ねえ。もの食べ持って、さらに行くよ。トークはトークでまた。また、いずれな。うん、はい。はい、よろしく。はい、レディゴー。はい、レディゴー。はい、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 は